福島県立小高産業技術高等学校は平成29年4月に福島県南相馬市小高区に開校した県立高等学校である。小高商業高校と小高工業高校が統合をする形での設置となる。統合開校した小高産業技術高等学校は両校の伝統を引き継ぐとともに福島国際研究産業都市構想や愛、 装置保全体の復興に寄与する人材の育成を目標としている。開校時点で福島県内初となる文部科学省のスーパープロフェッショナルハイスクールの指定を受けた。小高区にある小高工業高校の元の校舎を改築して使用して開校した。常磐線小高駅から徒歩20から30分、スクールバスで10分歩である。新築した実習棟にはコンビニ店内と 同程度の広さで陳列棚やレジカウンターを整備できる販売実習室を設けた。この他、改築する工業実習棟には放射線の特性を調べる実験装置など最新の実習機器を導入。工程については、小高工業だけでなく、小高商業も整備し、部活動などで使用している。また、高校生が隣接する小、 中学校でものづ作りを教えるなど、小中との連携も継続していく。また、校歌の作詞を、竜美里、作曲を、長渕剛が言った。小高産業技術高等学校では、愛、装置法復興に関わる人材や、イノベーションコースト構想に関わる人材を育成するため、小高商業高等学校と小高工業高等学校に従来からあった、機械化、電気化、 流通ビジネス化のほか、統合に先立って2016年4月から機械化を1クラス増設し、工業科学化を学科改編して、産業革新化を設置。また、2017年4月からは、情報ビジネス化を学科改編して、産業革新化として、産業革新化に追加。広報資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。